はい、今日はあの遺伝子組み換え食品を考えるチューブの会の、ブースにお邪魔してまして、川田先生が見えますので、ちょっと質問をしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、まずですね、今日はあのこちらであの組み換え菜種の展示なんかいろいろしてみえますけども、この遺伝子組み換え菜種っていうのはあのいつ頃からこう輸入されてて、いつ頃からこう自生が確認されてたんでしょうか。はい、一番最初に輸入されたのは、はい、1996年からでした。はい、ただ自生が確認されたのは、はい、2004年ですね。2004年に、はい、農水省が初めて茨城県の鹿島湖の近くで、はい、確認したという発表しました。はい、それで我々も常々心配していたので、すぐに1週間後にはあの名古屋港とか、それから 国道23号線、はい、四日市港周辺に、はい、あの調査に行ったんですが、もうその頃は組み換え菜種で満開の状態でした。確か暑い時期でしたよね。そうですね、7月。普通菜種は、まあ、春は花咲いて、それから枯れてしまうんですけども、組み換え菜種に限っては真夏でも花が咲いて元気に育てます。はい、あ、はい、でこの遺伝子組み換え菜種っていうのはどういう性質の菜種なんですかね。そうですね、多くはあの除草剤をかけても枯れないように組み換えされてるんですね。はいはい、バスターっていう除草剤の耐性のもあるし、はい、からラウンドアップっていう除草剤耐性。ラウンドアップって言えば一番よく売れてる除草ですね。はいはいはい、どちらをかけても枯れない、そういう両方ともの耐性のもあるんです。あ、なるほど。まあ、それがその、例えばこの名古屋の近辺というとどこら辺に生えてるんでしょうか。そうですね、名古屋港ですね、はい、下に行く道路、ね、あの、はい、名古屋港のあれは東側沿岸部になります。あちこちに生えてます。ああ、そうですか。まあ、菜種を輸入している、まあ、製油会社とか、そういうところに、まあ、輸入されたものが、まあ、輸送の途中でこぼれ落ちていると考えます。はい、この特にこうひどいというんですか、なんか問題になる地域ってはどこかありますかね。日本で一番たくさん自生しているの。ああ、そう、日本中、はい、そうですね、っていうのはやはりあの四日市港から松坂の方に行く国道23号線です。ああ、そうです。そこはまあ日本で一番たくさん入っている。ああ、その他にあの、まあ、あの中部地方の他っていうと、あとはそうですね、千葉ですね、それから鹿島、茨城県の鹿島、はい、それから、まあ、四日市についてたくさん自生して問題になっているのは、はい、あの博多港ですね。ああ、博多港ですか。あと、まあ、程度は少ないですけども、はい、輸入港の周辺には大なり小なり入っています。なるほど。この、まあ、あの神戸なんかも多いと思うんですけど、特にその名古屋とか博多とか、千葉ですか、鹿島、はい、に多いというのはどういうことなんですかね。これあの陸揚げしてから専用寺まで、トラックで運ぶわけですけど、はいはいはい、その距離が長いところほど、まあ、こぼれ落ちるチャンスが多いので。あ、なるほど。そういうところが多いです。あと、まあ、大手の製油会社ですと大体港の中で。そうですね、あの最近できた製油会社の製油工場というのは大抵港の中ですね。陸揚げしてすぐ、はい、あの港の敷地の中で製油してしまいますので、はい、こぼれ落ちるチャンス少ないんですけども、はい、まあ、あの四日市以降なんかは、はい、陸揚げしてから40キロ先まで運ばなければいけないので、その途中やっぱりこぼれるチャンスが多いと。はい、なかなか大変ですね。そうですね。まあ、この、まあ、そんなことで、まあ、今問題になっていることというのは何かありますか。そうですね、まず第一にあの自生が始まると、はい、あのまあ、道端なんかにこう入るわけですから、その周辺にある例えば農作物ですね、あの菜種の仲間の農作物というのはものすごくたくさんありますから、はい、それがお互いに交配して、はい、あの
除草剤耐性になってしまう。例えば我々が23号線沿いで見つけたのは除草剤耐性になったブロッコリー、ね、あ、ブロッコリー、はい、見つかってますし、あ、それから野生のカラシナですね、カラシナ、はい、除草剤耐性になってます、はい、それから最近では野草ですね、あ、の仲間も除草剤耐性になるというようなことも起こって、まあ、これが実際の畑の中でそういう組み替え体になったっていう例はまだないんですけども、あ、はい、ほっておけばそうなるということをまあ心配しております。あ、なるほどね。この組み替えかじゃそうじゃないかというのはどういうふうに調べてるんですか？そうですね、組み替え遺伝子っていうのは基本的にタンパク質を作って、ね、はい、そのタンパク質が新しい性質を与えているので、はい、そのタンパク質があるかないかをまあ、試験して調べるわけですね。あ、なるほど、はい、検知試験中のように簡単、まあ、10分ぐらいで経過ができます。あ、そうですか。まあ、これ試験紙があればもう簡単に見つけられるというわけですよね。そうですね、これは実はアメリカでその組み替え菜種とか大豆とかをその、はい、畑から出荷するときに、はい、調べるために、まあ、作られた試験紙なんです。なるほど、まあ、要するにノン GM かどうかっていうのを調べるためなわけですね。 それをまあ我々が輸入して、こういう検査に使っているわけです。でもこの確実に僕らのその簡易検査っていうんですか、それで確実にこう見つかるっていうふうに言えるんでしょうかね。ここ2、3年ちょっと厄介なことが起こってまして。ああ、そうですか。それは自生期間がなくなったために、はい、野外で突然変異を起こしてしまっているわけですね。はいはい、その結果簡易試験ではマイナスに見えるんですけど、遺伝子のレベル、DNA で調べるとちゃんと DNA はあると。あ、まあ、我々はそれを隠れ GM って言いますけど、隠れ GM、そういう、はい、厄介な問題が最近になって出てきます。あ、なるほど。これは先日東京でちょっと院内集会となりまして、はいはい、その時に、まあ、環境省の方が、はい、国立環境研究所でしたかね、そちらでもなんか2検体ほど確認しているというようなことを言ってました。はい、結構四日市周辺ではたくさん見つかるようになって。ああ、なるほど。あ、そうですか。その他にこう、まあ、活動してみえて何かこう問題、まあ、困ったなというようなことってないですかね。まあ、菜種に関してはね、例えば両方の除草剤に耐性のものもできて、はいはい、野外で交配してですね、はいはいはい、どちらかだけだったら、まあ、あんまり使いたくないけども、反対側の除草剤使えば枯れるんですけど、なるほど、どちらでも枯れないというのも出てくる。そうですね、まあ、本当にいろんなものに交雑して、ね、これから、まあ、もしかすると拡散していくというようなことがあると困りますね。そうですね、はい、あと最近遺伝子組み換えの鮭、はい、サーモンがなんか話題になってますけど、これは、まあ、最近話題になっているのは、これは今アメリカの FDA が、まあ、安全審査の審査中なんですけども、まあ、近々認可されるんじゃないかということで問題になってます、はい、というのは動物の遺伝子組み換えはこれまで、まあ、実験レベルものはあったんですが、はい、商業的に市場に出される組み替えたいというのはこの鮭が初めてなんですね。そうです。それで大きな問題になる、で植物と違って動物は、まあ、魚であれば泳ぎ回るし、動物であれば歩き回って管理不能になるわけですよね。だいたい養魚場から毎年必ず何千匹かこう逃げてるっていう事態があって、それが、まあ、自然界に逃げていった時に自然界の鮭との交配問題が起こる、はい、というようなことで大きな問題。まあ安全性の審査の問題もいろいろあるというふうに聞いておりますし、まあ、安全に関して言えばですね、この鮭もともと天然の鮭なんですけども、はい、それにその通常の3倍ぐらいのスピードで成長したり、3倍ですか、はい、体重も3倍ぐらいになるということで、はい、まあ、商業的にはそういうものを目指しているわけですけども、実はその組み替えた鮭自身は非常に不健康だったり、まあ、危険が多かったり病気になったりということも分かってますし、はい、何より問題なのは、この鮭っていうのは
特殊なホルモンを作っているということが分かってます。あ、そうですか。でこれはインシュリンライクグロスホルモンというんですが、構造がインシュリン糖の分解に働くんですね、はいはい、それと構造がよく似ている成長ホルモンを作り出すことが分かってます、はい、でこれは、まあ、うちなんかでもう使われている場合があるんですけども、はい、発がん性があるということが分かっているので、それで大きな問題です。あ、そうですか。まあ、これ日本ですと日本人生で食べますね。まあ、これから回転寿司でよく出てきますし、回転寿司もしその現在の鮭よりも安く大量に入ってくるということになれば、はい、間違いなく市場に登場してくると思います。あ、なるほど、はい、問題はその加工品として輸出するということになってますので、表示義務がなくなる恐れがある。切り身なんかそうですね。切り身になるともういちいち表示しなくなりますから。そうですか。そうすると知らないうちに食べちゃうという恐れがある、はい。あ、まあ、これが近々認可がアメリカで降りるかもしれないということですね。当初6月ぐらいって言ってたんですけども、はい、どうもそのパブリックコメントを募集したら、はい、世界中から200万件の応募があったということ で、はいはい、まあ、審査をちょっと慎重にやらなきゃということで、まあ、年内ぐらいかかるじゃないかというふうに言われています。まあ、いずれにしても入ってくる可能性は、来年ぐらいから入ってくる可能性。あ、そうですか、気をつけてもらいたいところですね。はい、今日はどうもいろいろありがとうございました。はい、よろしく。